元乃木坂46のエースから現在は女優としてドラマ CM と大活躍中の西野七瀬さん。今回はそんな西野七瀬さんの面白いエピソードを50個紹介します。1994年5月25日大阪府大阪市生まれの西野。もともと母親は椎名と名付けるつもりだったそうですが、父親が七瀬という名前を命名したそうです。幼少期の西野はかなり偏食だったらしく、うどんばかり食べていたそうです。そんなうどん好きの西野は全く手のかからない子供だったらしく、外で遊んでいてもお菓子を欲しがらない、ほとんど泣かない、言葉数の少ない子供だったといいます。一度母親が西野をお風呂に入れている際、お風呂で溺れたことがあるそうですが、全く泣かず静かに湯船に沈んでいったそうです。子供の頃は潜水が大好きだったらしく、友達に潜水勝負を挑んでいたことから潜水の七という異名で呼ばれていたそうです。小学生に入るとお絵描きにハマった西野、家中の壁に落書きをしていたそうです。この頃同時にサッカーを始めた西野ですが、人見知りだったためプレーに関わることができず、日焼けだけする日々を過ごしていました。元 NMB48 の高山莉子はいとこだそうです。さらに元 E-Girls の藤井秀香は小中学校が同じだったそうです。西野の中学時代は通称暗黒時代と呼ばれています。ここからは暗黒時代と言われた西野の中学時代のエピソードを紹介していきます。中学入学後、兄の影響でバスケットボール部に入部します。ところが当たってきた肩が痛いという理由でわずか5ヶ月で退部しています。すぐに部活を辞めたことで周囲に馴染むことができず、休み時間は寝て過ごしていたそうです。また眠くない時は人との関わりを避けるため寝たふりをして過ごしていたそうです。西野が下校する際、西野の自転車付近に人がいたため、自転車に近づけず下校できないということもあったそうです。さらに学校の中でどこが一番派手なグループかという女子同士の争いや、仲良しだった女子と肩がぶつかった際、肩痛いねんけどと絡まれ、女子は面倒くさいと感じるようになったそうです。そんな暗黒時代を過ごしていた西野ですが、中学3年生の時にネットのモデルオーディションに挑戦、三次審査まで通過するという惜しいところまで進んでいます。暗黒時代を経て高校生になった西野、当時は母親の勧めで看護師を目指していた反面、中学時代の反動からか見た目がギャル化していきます。また高校時代の西野はマクドナルドでアルバイトを経験しています。バイト中の西野は男性客から人気でスマイルくださいと絡まれたり、連絡先を渡されたりとモテていたそうです。高校2年生の時に母親の勧めで乃木坂46の第1期オーディションを受けた西野、オーディションでは新垣結衣の赤い糸を披露し、38,984 人の中から36名の中の一人として合格を勝ち取ります。西野がオーディションを受けるきっかけになったのは、東京の竹下通りを歩いているとスカウトに声をかけられたからだそうです。その時のスカウトは断ったそうですが、母親からあんた応募してみると背中を押されたからだそうです。この頃の西野はフランスへの短期留学を希望していたのですが、乃木坂46のオーディションに合格したことで短期留学を諦め、大阪の高校と東京を行ったり来たりの生活が始まりますが、3ヶ月後には東京の高校に編入し一人暮らしを始めます。この頃の西野は同期である秋元真夏、白石麻衣、斉藤飛鳥など周りに可愛い子が多すぎて自信喪失していたそうです。現在の乃木坂46といえば日本を代表するアイドルグループですが、結成当時はかなり苦労したそうです。ここからは今では想像できない西野の下積みエピソードを紹介していきます。乃木坂46の結成は2011年8月11日。当時は AKB48 が全盛期だったため、小物扱いを受けていたそうです。また乃木坂の知名度を広めるために、街頭でティッシュ配りをしていたそうですが、当時はほとんど受け取ってもらえなかったそうです。西野はその状況に耐えられず、ティッシュ配りをする日は家で泣いていたそうですが、白石麻衣はこの頃のことを、全く辛くなかったと振り返っています。乃木坂46のメンバーの中にはアイドル活動より学業を優先しているメンバーもいて、その中の一人が秋元真夏でした。制服のマネキン選抜の際、西野が外れ復帰したての秋元が選ばれたことで、二人は一切口を聞かなくなったそうです。この選抜に外されたことで号泣しながら大阪に帰りますと言い残し、スタジオを飛び出したこともあったそうです。この頃高校3年生だった西野は母親に泣きながら、何を頑張ればいいんだろうと電話で相談していたそうです。2014年乃木坂46のエースシングル気づいたら片思いで初のセンターへ抜擢。センターに抜擢されたことで考えが変わり始める西野、後のインタビューで考え方がだいぶ変わったなって思います。センターをやらせていただく前は自分一人のことで精一杯で
グループ全体のことを考えることは少なかったですが、センターを経験してから自然と乃木坂46全体のこと、ライブのこともたくさん考えるようになりましたと語っています。センターに抜擢され、ますます勢いに乗る西野は同年に写真集普段着を発売、36,458部を売り上げ、オリコン週間ランキング写真集部門で1位を記録します。またこの時期にノンノの専属モデルにも抜擢されます。乃木坂46でノンノの専属モデルとしてデビューしたのは白石麻衣、斉藤飛鳥に続いて3人目となりました。また2016年に入ると西野の活躍は爆発します。ノンノ9月号で単独表紙を飾り、ソロ写真集風を着替えては発行部数20万部を突破し、好きな女芸能人ランキングでは5位にランクインします。人気絶頂中の西野ですが、プライベートでの友達は少なく、携帯電話の連絡先は10件ほどしか登録されていないそうです。連絡先登録の少ない西野は幼い頃から漫画が大好きらしく、特に好きな漫画はジョジョの奇妙な冒険、ワンパンマン、ギャグ漫画日和とジャンプ漫画に偏っています。ちなみに漫画にハマったきっかけは兄が見ていたアニメ北斗の拳だそうです。また漫画好きである西野はゲームをこよなく愛しており、特に星のカービィ、大乱闘スマッシュブラザーズ、動物の森シリーズ、マリオシリーズが大好きと任天堂に偏っています。2017年、薙刀に青春をかける映画朝日殴の舞台挨拶に登壇した西野、高校時代に戻れるならというインタビューで、華道部に入りたいです、華道部に入ってお菓子をいっぱい食べたいですとコメントしています。共演した斉藤由里がそれ茶道部じゃないと突っ込むと、茶道部でもお茶って苦いやつですよね、飲めないので華道部がいいですとコメントし、会場から可愛いと大歓声を浴びています。ドラマ恋愛少女ビデオガール愛2018に出演した際、野村周平と共演します。このドラマはビデオテープから飛び出した美少女と高校生男子が共同生活を送る物語ですが、高校生男子役の野村周平の SNS に俺の七瀬に手を出すなよというコメントが相次ぎました。この俺の七瀬コメントに野村周平のファンがオタクキモすぎと過激に反応したことで、西野ファンと野村ファンの大喧嘩が勃発しました。さらに野村周平が西野用にサイン入り CD を用意、その際にナータンという文字をアップすると、西野のファンからお前がナータンと呼ぶなとバッシングされています。そんな野村は西野の印象に対して、最初はすごい暗い子だな、話しかけていいのかなと思いました、すぐ壁ぶっ壊して今じゃここまで話せるようになったんで野村周平偉いなってと冗談交じりに語っており、ひたすら西野ファンの反感を買っています。ちなみにこのドラマで共演した飯豊まりえとは仲が良いそうです。2018年11月14日乃木坂46の20セカンドシングル帰り道は遠回りしたくなるでグループ最多となる7度目のセンターに抜擢されます。ちなみに西野のキャッチフレーズである七瀬丸の七瀬丸は西野自身が考案し、キャッチフレーズは西野の父親が発案したそうです。2018年9月20日自身の公式ブログにて乃木坂46の引退を発表。乃木坂46にとって一つの時代の終焉を迎えました。このように数々のファンを魅了してきた西野七瀬ですが、引退後もさらなる活躍に目が離せません。ここからは乃木坂46引退後の西野のエピソードを紹介していきます。西野の乃木坂46卒業ライブである京セラドームの乃木坂46セブンスイヤーバースデーライブには50万を超える応募が殺到し、5万人の動員と全国218の映画館などのライブビューイングで約10万人を動員しました。また最後の握手会では西野との約1秒間の握手のために10時間も並ぶファンが訪れました。さらに乃木坂46引退後、一気に暇な時間が増えたという西野、インタビューでやばいやばい、私もっと働けますと変な焦りを覚えたそうです。引退後女優業へと華麗なる転身を果たした西野、一躍人気女優へと駆け上がります。引退したことについて悔いはないかと聞かれて、全くないですと清々しく答えています。また西野は人生設計について聞かれた際は、人生設計はない、起こることは全て決められていると語っています。西野は最近太ったのではないかとファンから囁かれています。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。